今日も京都でめっちゃホリデー。始まりました。今週もめっちゃホリデーナイト、今週の担当は第3木曜日担当のつーねがお送りいたします。本日はですねちょっとゲストさんをお招きする予定だったんですけどちょっと都合が悪いということで、急遽、私と、スタッフのキャンさんの2人で、トークで番組をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めてですよね2人でやるの。そうですね、ねえ、あのオープニングでのいつもの会話ぐらい、ね、そうですよね、はい、こんなマンツーで喋るの多分初めてやと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。だってもう今月でもう自分、はい、FM ギノワンやって丸1年なんですよ。おめでとうございます。さっき気づいたんですけど1年ですよ。早くないですか。あっという間ですね。キャンさん担当やり始めたの何月でしたっけ。4月とかじゃなかったですかね。まだ半年ぐらいしかならない。半年ぐらいしかならないと思います。なんかもう長らく付き添ってるような感じがするんですけどまだ半年なんですね。ですね。まあ、1年前はこの番組30分番組でしたね。そうなんですよ、はい、この2月ぐらいから1時間番組になったのかな。で、まあ、最初の10月から1月2月ぐらいまではもう30分番組でお送りしてたんですけどそれ以降はもう1時間番組になってはいるんですけど、いや早いなぁ。1年何分だ。はぁ、でもなんか1年やり続けてはいるんですけど、はい、まだまだ慣れないですねやっぱ月1では月1では慣れないです。まさにもう今日なんてもう、はい、心臓バクバクですよ。だって 2人で喋らなあかんもん。いや全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか。だって今日打ち合わせも何もしてないですよ。そうですね、何を話すとか、はい、だから何を話そうかちょっと今頭で考えてはいるんですけど大丈夫です。僕はあの何でも話せます。あでもキャンさんいつでも何でも喋れますもんね。はい、ね、もうプロフェッショナルやからね。いざ困れば数学の話と宇宙の話すれば全然時間持たしきれます数学の話ですか。はいすごいな、数学の話得意なんすね。結構大好きですね。この学者的になんかもう解けるんですか。あ、今はもう全然ダメですけど。昔はできたってことですか。高校3年生までは数学が一番得意だったんで。はい、あの一番本当はあのそういう大学行きたいなって思ってたんですけどね。はあ、はあはあ、陸上がやりたいがために文系大学行きました。あーなるほど、そうなんすね。じゃあ今日はちょっと楽しみですね2人で喋れるってことはよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう今日はですねもう台本もネタあの打ち合わせもしてないってことで、多分脱弾がもうなんていうんですかね、話がコロ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 変わると思いますが1時間番組なので皆さん、どうぞお付き合いください。キャンさんあのですね、はい、最近あの夢見てます。寝てる時。寝てる時の夢、うん、僕めちゃくちゃ見るんですよ。見るの。はい、しかも結構覚えてることも多くて。毎日見てるんですか。ほぼ毎日見てると思います。それ記憶に残るんです。残るのはだいたい1週間のうちに3回とかぐらいですかね。ほんと深い眠りの時には全然覚えてないんですけど。これって浅い眠りの時に夢見るんでしたっけ。そうですね、レム睡眠っていう浅い眠りの時に見ているっていうのが今の定説ですね。自分今月さ、はい、あのお笑い芸人の、はい、ちょっとふくよかな、はい、芸人さんがいるじゃないですか。例えば、はい、森三中とか、はい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 、あと今でいうボル塾とか、はい、あと三時のヒロインとかなんですけど、はい、今月この2人のお笑い芸人なんですけど、はい、まあ、1人があのおかずクラブのゆいぴーさん、はい、ああはいはいはい、いるじゃないですか。ゆいぴーさん、はい、で2人目が誰やったっけな、バービーさん。バービーさん、はい、あのフォールインラブ、フォールインラブの Yes フォールインラブ、はいはい、その方があの、まあ、同じ日ではないんですけど、はい、バラバラ
の時に2回夢出てくるんですよ、はい、で、はい、夢って分かってるんですよ実際、はい、あこれは夢なんだなって分かってるんですけど 夢の中でも私寝てるんですよ、はい、ベッドの上 で、はいはいはい、でベッドの上で寝ててで目を開けたらこのまず最初に、はい、ゆいぴーさんが自分の体の上にまたがってるんですよ、はい、で、はい、夢って分かってるけどやっぱ焦るじゃないですか、はい、しかも自分よりちょっと体大きめなので、はい、で多分ゆいぴーさん今結婚してるんですよ。そうだったと思います、はい、ですよね、はい、結婚してるのに自分のベッドの上で上にまたがって、はい、押そうとしてるんですよ怖いですね。で頼むからやめてくれとは言うんですよ、はい、やめてくれって言ってるんですけど、はい、相手は大丈夫よとか言うんですよ気にしなくていいのよみたいなこと言い出して、はい、いや気にしないでとかもうねこっちはもうテンパってるんですよ。でも相手はもうどんどんなんか甘い言葉でもう恥ずかしがらなくていいのよみたいなことを言いながら、はい、手をクロスしながらこうって脱ごうとするんですよ、洋服を。で、おいちょっと待ってくれ、あなた結婚してますよねって言ったんですけど、はい、それは内緒みたいなことを言ってからいやお前内緒じゃなくてお前旦那さんに怒られるやろって言ったけどもうそっからどんどんこのゆいぴーさんはその気で襲いかかろうとするんですよ、はい、でもあ自分はこれ夢って分かってるんですけど、はい、ゆいぴーさんには失礼ですけどちょっと違うあの芸能人をイメージして、はい、これは夢だから他の芸能人を想像すれば多分目が覚めるだろうと思って、はい、あのケンタッキーに CM 出てるあの高畑充希さんをイメージして、はい、イメージしてるんですけどどんどん食ってくるんですよねこのゆいぴーさんがもうまだなのみたいなこと言ってじらしてくるんですよ変わらないって不思議ですね。もうか何ですかねこの高畑充希さんイメージしてもずっとゆいぴーさんがやっぱキャラが濃いからずっと抜けないんですよ。で2人目のこの誰でしたっけ、フォーリンラブの、はい、バービーさん、バービーさんも結構グイグイに来るんですよ。もうバービーさんなのかあのザキヤマさんなのか分からない。そうザキヤマさんやったら、はい、あこれは飲み会の罰ゲームとかでそういう風にな流れになってるんやろうなって分かるんですけどザキヤマさんじゃないんですよ、もう明らかにバービーさんがなのでもうこの月2回この女性お笑い芸人の女性に食われそうになったことあるんすよこれってさ、なんか、はい、ある意味なんか何かのメッセージかになるんですかね。なんかありそうですね。例えばなんかさこっちあの、はい、夕この今日夕方こっち来る前にこの夢占いをちょっと見たんですよサイトで、はい、で芸能人って売ったらなんか私も今役者やってるので、はい、その自分がこの周りからどう見られているかっていう風なメッセージらしいんですよ。あ、なるほど。じゃあそんなんどうでもいいねんと思って、はい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 、見られてる確かにファンがいるかなとか気にはなるんですけど、うん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 、だとしてもさ普通男の芸能人とかだったらわかるけどなんで女性のねお笑い芸人が自分のベッドの上にまたがってから慌てなくていいのよとか恥ずかしがらなくていいのよって襲いかかるのかなと思ってさ、真相心理では実は求めているとか。え、誰が？通年さんが。え、自分？まさかいや待って、いや確かに私あれですよ、ぽっちゃりの女性は好きですよ。そうなんですね。ぽっちゃりの女性は好きですけど、はい、でも実際夢とかでもああいう風にものすごい大きい人が出てくるとやっぱ圧迫感があるんですよ息苦しいな。そうそう、夢って分かってるのに
ってなんか息ができないんですよ。夢って分かったら結構コントロールできるって言いますけどね。あ、実際できるんですよ自分。あ、そうなんですね。できるんですけど、明晰夢ってやつですよね。あ、そうなんですか、ね、ちょっと名前分かんないんですけど、はい、だから自在にコントロールできる。そう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 。あ、すごいですね。普段はできるんですよ、はい、でもこのそういう襲われる夢の時はコントロール絶対対できないですね。あ、でもそれ僕もなんか経験ありますね。あ、あります。やっぱりなんか、あ、これ絶対夢なんだけどなって気づいてても、うん、なんか追いかけられて、あ、で最後刺されるみたいな夢見るときには結局、あ、こうなるんだよなって気づいてるのに逃げられないとかっていうのはあったりします、うんうん、あ、でも調整はできるんですよ自分で、コントロールとか。そうです。それもちょっと難しい。それも難しかったですね、自分あんまりコントロールができないです。あ、そうなんですか。はい、自分この例えば別の夢でこの崖から落ちるとか、ビルの上から落ちる夢もたまに見るんですけど、はい、これも一応、あ、夢なんだなって分かってはいるんですけど、はい、やっぱ落ちるんですよ。わかります、わかります。落ちてなんか気がついたら背中がなんかずっとするんですよ、この落ちる瞬間。はい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 。あれがものすごく気持ち悪いんですけど。落ちて、あの、うん、地面に激突するような瞬間に目が覚めて、うん、その瞬間ふわって浮いたような感覚があるとか。あ、ふわっとはないんですか。もう、はい、実際地面に叩きついて、はい、それでも生きてるんですよ自分。わかります、僕もそれあります。わかります、わかります、わかります。体もこんなにってか曲がってるんですけど。そう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 、徐々に意識が薄くなっていくのまでなんかわかるっていうのはありますね。それなんですよ。あー、これ怖いですよね。なんかもう背中がゾワゾワするんですよ毎回この落ちる夢とかは。痛いとかはないんですけどね。ないんですよ。ただ見えるんですよね。そうそうそう、最後まで。そう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 。あー、わかる。だからね、このコントロールできる時とできない時があるんですけどね、はい、もうこのちょっと夢占いとかでなんか詳しく知りたい。この辺詳しい方ゲストに来てほしいですね。あー、なんかいますかね、沖縄でそういうスピリチュアルになるんですかねこれ。一応まあ夢占いとかですからね、ちょっと あのスピリチュアルに入るとは思うんですけど。あ、はいはいはい。でも、まあ、話聞くのすごく面白そうなので、結構リスナーの皆さんもこういうの興味ある方いると思いますし。やっぱいますかね。ちょっと探してみましょうかね。ちょっといるんだったらこのお笑い芸人のこと聞きたいんですよね、はい、もしくはかっちゃんさんたまにあの占いとか送ってくるので、かっちゃんさんができたりとかするのかななんて期待。かっちゃんさん占いできるんすか。かっちゃんさんたまに占い送りますよね。え、マジ かっちゃんさんコメント来てるやん。え、カープボーイさんも、こんばんは。こんばんは。ちょっと呼んでもらっていいですか、はい、キヨさん。まずカープボーイさんから、ノアさん、キャンキャンさん、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。さっきすごい雨だったし、うん、そして、今あかりちゃんと、小春ちゃんはいないのかしらということで、はい、あ、はいはいはい、そうですね、今はもう僕とツーネさん、そうですね、もうめっちゃホリデーナイトの番組になってますので、そうです、はい、はい、そして宇宙の話とかは、今日オリオン座流星群のピークとか、今ラジオでやってるけど、うんうん、まあ多分この天気じゃ見れないけど、うんうん、ということで、そうなんですよ、今日実はピークなんですよ、うんうん、そうなんですよね、はい、自分もさっき知りましたこれ。見たかったなって思ってますけどね。え、これあれですか、この名護とか北部のところ行ってもやっぱ見るのは厳しいんですかね。ちょっと気象状況によるので今ちょっと見てみてもいいですか。あ、お願いします。あの天気図とかで多分だいたい予測つくと思うんですけど、あ、厳しいですね。あ、やっぱ厳しい。あ、ちょうどですね、今沖縄の上空に秋雨前線があるんですよ、うん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 、なのでこれが少しずれるだけで、うん、まあ、雨とかは晴れるんですけど、雲はちょっと綺麗には晴れそうにないですね、うん、あ、やっぱりちょっと気象衛星ひまわりの方を見ても、うんうん、まあ、まあだいぶあの分厚い、雲が、はい、帯が、沖縄、まあ、および台湾から九州ぐらいまでかけてのあの幅の帯がかかってるので、はいはいはい、ちょっと厳しいですね。え、これ明日もなんかうっすら見えるとかラジオでは言ってたんですけど、ただあの個数がだいぶ変わってくるので、あ、はいはいはい、非常に難しいことにはなるんですけど、うんうん、ただ、
この前ですね、ペルセウス座流星群があったんですよ。その時にはあの、うん、この極大って言われてた日ではあまり見れなかったんですけど、うんうんうん、実はその翌日にめちゃくちゃいっぱい流れたっていうのもあるので。え、そうなんすか。はい、これってあの彗星の残骸なのである程度計算で出てるんですけど、はいはいはい、ただあのその実際に観測して計算してるわけではないので、うんうんうん、何かのきっかけでその塵っていうのが別の方向にまた、うん、あのまとまってある場合に、うん、こういう極大からずれたところでまたピークが来たりとかもするので、まあ、まあ一応1週間ぐらいかけてこうなんか観測すると割といいあの条件の時があったりとかします。別に1日2日じゃないんですね。そうですね。それは知らなかったですね。でこれをあの自由研究で、うん、あの証明したあの小学生がちょっとあの表彰されてました。小学生がほあのホノルル の, あのこの天文台の映像をずっと家で釘付けで見てて、うん、それでか数を数えるっていうのを自由研究でやってた。すげえすごいっすね、はい、あの学校の先生にアドバイスされたみたいで、あ、まあ、夜直接観測するのは難しいから、うんうん、あのこことは時差のあるところだったら自分の都合のいい時間に合わせてそこの観測できるから、うん、それでずっとモニタリングして観測したらいいよってアドバイスを受けて、その時間を決めて必ずその1週間というか、まあ、前後1週間ぐらいですかね、何時に流れた星の数をカウントするっていうのをずっとやってたんです。すごいっすね、はい、この子。そしたらのこの極大のピークの時よりもその翌日の方がめちゃくちゃ多かったっていうのをこの子が発見して、それをまとめたっていうのがあったんで。じゃあもしかしたら明日も少し多く見られるかもしれないってことですかね。そうですね、まあ、場合によってはそういう可能性もあります。そうなんすね、はい、今日がピークだと思ってた。それは知らなかったな。かっちゃんさんいろいろコメントもらってるな。はい、かっぽうさんのまたもう一個読みましょうね、うん、夢占いを調べてみたら、うん、わらメッセージではないと思うけどテレビの人だし、面識がないならばということで。あなるほどな。ちなみにかっちゃんさん、キャング通年さん、リスナーの皆さんこんばんは。こんばんは。かっちゃんさん、通年さん何座？あ、自分あれですよ、カニ座ですよ。お、カニ座なんですね。カニ座、カニ座の流星群ってないですよね。カニ座は流星群なかったかと思います。はい、あ、ね、まあ、ないことはないと思うんですけど、うん、あの三大流星群っていうのはペルセウス座流星群、獅子座流星群、あと一つが双子座だったかと思います。はい、でも今回オリオン座なんですね。そうですね、オリオン座でも、まあまあ、その星座の方向から見えますよってことなので、今出てる星座ってあれなんですよ、うん、この行動十二星座っていうんですけど、うんうんうん、太陽の通り道に見えるあの星座なんですね、うんうんうん、なので季節によって見える方向が変わるっていう星座なんですけど、その方向から飛んでくるように見えるから何々座流星群って言ってるんですよ。あー、なるほどね、そういうことなんですね。はい、でそこから、まあ、定期的に彗星っていうのは回ってるので、でそのかけらっていうのがこの地球の通る軌道上にちょうどそこに当たるように見えるときに、そこから飛んできてるように見えるから、そういう名前がついてます。へえ、はい、結構詳しいっすね、キャンさん。僕宇宙が一番好きなんですよ。あ、そっか、はい、そっか、最初で言ってたもんね、はい、めっちゃ詳しいっすね。あの小学校1年生の時にハマって2年生ではもう図鑑丸暗記してました。へえ、はい、そうなんすか。はい、はあ、だったらそういう物理って言ったらあれか、なんかそのそういうそっち方面に行くのもありだったんちゃいます？いや、本当にそれも目指してたんですけど、うん、中学生の時に塾に通った時に、はいはい、その塾がすごい優秀な塾だったんですね。で僕自体勉強ちょっと落ちてる時で、うんうん、まあ、でも自分に葉っぱかけるために推薦では入学しなくて、うんうん、受験勉強してちゃんと高校行こうって言って勉強入ったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ成績悪かったんで、はい、でも同じクラスに、うん、この塾のですよ、うんうん、同じクラスに2人ぐらいラサール受ける子がいたんですよ。おー、すげえ。その中の1人が、うん、九州で模試1位だったんですよ。ほう。彼が宇宙のこのまあ、JAXA に入るのを目指してる子で、そういう気があったんですけど、めちゃくちゃ頭良かったんで、あ、彼のレベルじゃないと無理だって思って。マジっすか、JAXA、はい、
すげえ。すごい子でしたよ、とても。へえ、はい。すごいっすね。はい、ジョクサ。ジョクサ。へえ。結構じゃあ相当もものすごい頭がいい方ってことですよね。はい、いやもう勉強相当頑張ってました。もう普通に東大行けるような頭の良さですか。いやもうそれで行けないんだったら僕は、あでも東大には行ってないんですけど、うん、彼は高校が結局ラサールに行けずに、うんうん、昭和薬科の方に行ったんですね、はいはい、でも昭和薬科2年生の時に、うんうん、繰り上げで大学に入学しまして、うん、へー、新聞に載ってました。マジっすか。はい、日本で珍しいじゃないですか、繰り上げ入学って、うんうん、すごいすごい。あ本当にやっぱすごい方だなと思って今どうなってるのかすごく知りたいです。すごい。あなんか連絡とか取ってないんですか。そうですね、やっぱ塾での関係だったので。あそっかそっか、はい、学校も違うので。あ、はいはい、なかなかそうやって直接連絡取ったりとかはしないんですけど。いやでもあかっこいいなって思いましたね。すごいっすね、はい、僕はもういろんなことに興味がありすぎる人間なんで、うんうんうん、だからこれ一つってなったら、まあ、頑張って勉強できたんだろうとは思うんですけど、うんうん、当時陸上にめちゃくちゃハマってたんで。あ、はい、はいはいはい、でハマり出した時期だったんで。はいはいはい、あなるほどね、はい、僕はもうここで行くぞとでもキャンさんも意外となんか頭いいですよね。そういうこの宇宙のこととか全めちゃめちゃ詳しそうに。いやでも僕は頭がいいっていうよりはなんか変なことばっかり覚えてるって感じです、はい変なことばっかりですか、はい、学校の勉強には全然生きてませんでしたなるほど、ね、それで中学校の時ちょっと苦労したんですね。ああはいはいはい、なるほどなるほど、そういうことか、はいはい、担任の先生に三者面談で、うん、親もいる目の前で、うん、あんたは高校絶対受からないよっつってもう説教されたことあります。そうなんですか、はい、説教まで。説教までされました。それはちょっとあれですね、嫌ですね、説教されるって。まあでも、もしは A 判定だったんで、なんでだろうなって思って。頭いいじゃないですか。いや、基礎は覚えてたんですよ、はいはい、ただ自分期末とかこの中間とか、うんうん、そういうその今習ってる単元のテストっていうのはすごく苦手で、うんうんうん、追いついてなかったんですよ。だから学校の成績悪いのに、うん、入試のテストを受けると基礎の点数だけは高いみたいな、あ変な状況ができてたんで。なるほどね、はい、なるほど、そういうことなんですね。なんか能力にデコボコがあるみたいな。デコボコですか、はい、目の前のことを覚えきれないのに昔のことを覚えてるみたいな。ああなるほど、あはいはいはい、そういうことですか、はい、そういうタイプです。あいやちょっとねここで一旦 CM 挟みましてですね、はい、その後にちょっとキャンさんの夢の話もあるのであれば聞いてみたいと思いますので、はい、ちょっと一旦ここで CM 挟みたいと思います。かっちゃんさん、送ってきてくれてますね。患者の通りに、今日は数日ごとよりも一人ごと優先して受けます。すると、ミラミラしていたことや、迷っていたことに、スピーとした気持ちで、それに伝えましょう。うわね、できるんやん、かっちゃんさん。はあ、なんだろうな。自分夢はいくつか不思議な話がある。死んだ話ですか。あいや不思議な話。あ不思議な話。はい。うんうんうん、それ聞きたいですね。だからなんか夢ってどんなものなんだろうなっていうか本当に常に疑問ですね。でもこうやって襲いかかるとかはないんですよね。めったにないですね。めったにないんですか。ただめちゃくちゃイライラしてる時に母親とめちゃくちゃ意味のわからない喧嘩してる、話の通じない喧嘩をしてて、うん、うわーってすごいイライラが溜まって、わーって怒って、
こうなんか手が出てしまうみたいな夢の時に本当に現実でも手出してしまって窓の枠にガッと当てて、あ、痛い思いで目が覚めるって。はいはいはいなるほど。はい、では CM 明け5秒前です。3、2。はい、引き続きちょっともうちょっとですね、夢占いっていうか夢の話をしたいと思います。次はですね、このキャンさんがどういった夢を見てるかがちょっと聞きたいですね、はい、自分はあの子供の頃に不思議な夢を結構いくつか見てて、はい、いまだにこれの意味が知りたいなって思ってるのが一個あるんですけど、はい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 、もう本当に熱発して気持ち悪い時とかに必ず見る夢があったんですよ、うんうん、体調悪い時に。体調悪い時にもう本当に3歳とか4歳とかですよ。はいはいはい。あんまりこの何て言うんですか、何かを知ってるような時期でもないのにかかわらず、うん、中世ヨーロッパのような石畳の風景で、ほう、で自分がちょっとなんかまあ、いわばファンタジーで言えばドワーフみたいな、うんうんうん、すごいあの汚らしい格好をしながらこういかついおっさんで、うんうんうん、でも周りがなんか病気に怯えてるような雰囲気の中、自分が実際気持ち悪くなってそこの路地で倒れ込んで、もう本当に死にそうになるっていう夢なんですけど、その瞬間になんかすごい綺麗な天使なのか神様なのか女性の方が目の前に真っ白な人が現れて、ほう、だから最後抱きしめられて意識なくなるみたいな。抱きしめられるならいいじゃないですか。いいんですけど、うん、必ずこの夢見るんですよ。あ、何なんだろうな。同じ夢なんですか。同じ夢です。なんかそういう前世 その外国にいたとかですか、なのかななんて思ったりもするんですけど、でもやっぱり白い女性に抱きしめられるのめっちゃ羨ましい自分ゆいぺーさんとバーベーさんに食べられるんですよ、ベッドの上で。ただでも最近ですね、タロット占いしてもらった時にはいはいはい、なんか一つエジプトの神様にこの、うん、あなた見守られてますよみたいに言われたんですよ。え、この目三角の目があるじゃないですか。ああ、あの神様に見守られてますよみたいなこと言われたんですけど、はいはいはい、そのカードの絵結構ちょっとその方に似てたんですよね。へ、なんか関係あるんですか。じゃあだからなんか不思議だなって思ったっていう話ですね、一個は。そのこのタロット占いやってもらった人は、はい、なんか見えるとかないんですか。あのこの占いとかでよくいろいろやってる、うん、くれてる方で、うん、直接見えるとかではないらしいんですけど、うん、まあ、でもこうカードに出てますよっていう説明だったので、はいはい、そうなんすね。でも他の方に占ってもらったりとかしても結構なんか何かに守られてる、ご先祖様に守られてるとかだったり、いろんなそういうことはよく言われます。はあ、だから抱きしめられるんですね、はい、っていう夢をあの幼い頃よく見てたっていうのと、うん、あと一つ僕あの結構デジャブとか予知夢っていうのは結構幼い頃ありましたね。あ、なんかデジャブは分かる。あの確実に予知夢っていうのも一回だけ経験してます。予知夢？はい、夢で見たんですよ。でそれが実際起こるんですよね。起こったんですけど、これが小学校1年生の時で、小学校1年生の時に、うん、あのうちの母の妹おばさんが、うん、あの岐阜で結婚されたんですね。はいはいはい。でその結婚式にあの出席するために、うん、母たちと一緒に岐阜に行ったんですよ、うんうんうん、知らない土地じゃないですか絶対、うんうんうん、飛行機乗るの初めてなんで、うんうんうん、で結婚式がありました、うん、でもその時に控えでいる席の外の風景見たことあるんですよ、その1ヶ月前の夢で。はぇ、この景色見たことあるって言って、うん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 、でその後に二次会の会場に行く。